わかりました。こっちは捜査を続けるわ。すまない、任せた。オルガ、ついさっきからずっとこの調子なのです。オルガ、しっかりしろ。鐘が鳴る、鳴らせちゃいけない鐘が。鐘？おい、オルガ、オルガ。鐘がユランのせいで。ユラン、ユランってなんだ。分かった。とりあえずは収まったか。いつからこの状態に。本当はついさっきです。だんだんと間隔が短くなって。何が起きてるんだ。はい、桜木さん、分かった、ブリッジに行く。先生、オルガを頼みます。桜木さん、映像が出たんだって。ええ、現在位置は旧ハバロフスク。ゆっくりとしたスピードで南下を続けているわ。一体何が。これを見てもらった方が話が早いだろう。サイズはカムチャツカ島クラス。水没現象前の北海道ってところかしら。こんな巨大なものが。大国の空中要塞ではないですよね。これはおそらく神獣だ。質量反応が神獣エネルギーしか検知していない。神獣？しかしこれが神獣だとして、ここまで巨大なものが。エネルギー検出値も膨大だ。これなら大国のエネルギー問題なんてすぐに解決できる。そんなものじゃないぞ、この数値は。まさか、あれは。ユラン？ユラン？オルガがそう叫んでいたんです。ユランが来る、鐘が鳴るって。鐘？シンドローム悪化の象徴のあれか。ええ、あの鐘のことかもしれません。監視部位から新しい映像が届きました。なんだ。これは。あの真珠が人の心を奪っている。なんだと。すみません、水論以下のざれ言です。
直ちに明け星砲の採決を行い、永田を出港させるべきか。吉野、永田砲だがどうなっている？本艦への装備状況は？第14シークエンスまで完了しています。残り6シークエンスか。最短でどのくらいの時間がかかる？急ピッチで作業したとして1時間もあれば。よし、総員に次ぐ。永田砲の装備が完了次第、永田は謎の神獣に対応するため出馬準備に入る。それと先行して史跡兵器エゾ式ペンタボールを出馬させる。了解。では運用を。待て、本作戦において史跡兵器の運用は私が行う。しかしそれでは出力が。私では期待通りの性能は出せんだろう。しかしカイドウ君、君には果たすべき任務があるはずだ。キラさん、身振りと叫んだ前首相を必ず捕まえるのよ。こちら大統領。翔子。こちら大空翔子、これより出馬する。全議員は直ちに緊急出馬投票を。あ、カイドウさん。キヨト、見送りに来た。サポンダさんは？彼女はノーツさんと前首相の捜索に行ってる。後から君たちと合流するはずだ。カイドウさんは？俺も今から捜索に参加する。だから二人とも頑張ってくれ。ならこれを渡しておきますね。刑事事件捜査における全権委任状。捜査のためでしたら少々の法律違反も許されます。もちろんミスティクルダイブもです。私も大統領も飛ぶ以上、地上のルールはカイドウさんに任せるしかないと思いまして。ありがとう、助かるよ。それじゃ私はこれで。帰ったらオタク文化について語り合いましょう。ああ、チルチル気をつけて。前首相と身振りのこと頼んだわ。ああ、翔子もユランには用心して。ユラン？大国から迫っている超巨大神獣のコードネームだ。元はオルガが叫んでいた名前でもある。オルガが？まだよくわからないけど、あの神獣から危険を感じる。これまでの戦い以上の危険が。神獣なのに戦うことになるの？それに危険？わからない。なんでそう感じてしまえるのか。神獣なら人類に恩恵をもたらしてくれる存在のはずなのに。わかったわ。それを確かめるためにも私は飛ぶ。神獣と同時に大国の大軍も迫ってる。キラさんは明け星砲の採決をして可決になり次第永田で出馬するつもりだ。大国領空で敵部隊を迎撃する作戦だ。サコンダと身振りの件が解決して間に合うようなら俺も永田で駆けつける。え、神獣はシンドロームを悪化させるって未確認情報もある。
翔子とチルチルは大丈夫だと思うけど、何が起きるかわからない。翔子に限って油断はないだろうけど、用心して。